昔、塾講師のバイトをしてた。片道1時間以上かかる、田んぼの中の田舎の個人塾。小学6年生と中学生、計30人ほどが生徒だった。反抗期の女子中学生や、ワイワイガヤガヤの男子などで、慣れないながらも頑張っていたけど、どうしても、自分が生徒たちと馴染めていないのが分かっていて、かなり悩んでいた。そんな時、修学旅行から帰ってきた男子の一人が、生徒の中で一番おとなしかった。先生、これ、とお土産をくれた。ミッキーマウスのマグカップ。周りの子たちが、お前、小遣い1500円なのに、そんなの買ったのかよ、とか、お前一人で抜け駆けしやがって、俺も買えばよかった。なんて騒ぎ出して。それから、みんなと仲良くなることができて、みんな、成績も少しずつ上がっていって、卒業していった。あのマグカップをくれた優しい子も、もう高校卒業してるだろうな。あの日は、家に帰って、嬉しくて泣いたよ。